はい、はい、というわけで、なんかね、ほっこりしたあのホテルのね、はい、映像流れましたけど、ちょっと泊まってみたいな。そんなことコメントしなくていい。名古屋はあんまりちょっと泊まるとこね、あの地元なんでね、はい、泊まらないかなって。はい、はい、続きましては、なんかアフレコのコーナーです。生アフレコ、はい、うん、今回のネタは何でしょうか。うん、何でしょうかって言われても、誰に振ったの。私誰に、今回は作家、はい、千尋さんのイラストによる童話にアフレコをしていきたいと思います、はい、作品名はなんとあの有名な赤ずきんちゃんです。あ、赤ずきんちゃん有名ですね、うん、非常に有名で、まあ、いろいろアレンジされたりして、うん、まあ、いろいろ世に出ていっぱいありますけどね、うんうんうん、ちょっと前になんか映画になったよね、はい、ちょっとあれ見に行きたいなと思ったんだけど、すごいね、あれなんかシュール、まあ、なんていうか、赤ずきんちゃんってこうやってまあ可愛い絵をつけると、はい、まあ、可愛い絵つけてても結構あのセリフっていうか、まあ、内容読んでると、はい、あのまあ、グロいじゃないけど、まあ、ね、成果しかですよね。だよね、そういうとこあるんだけど、成果しかそこまでそんなに本ちゃんって嫌だな怖いんだけどね、童話、まあ童話なんだけど結構まあシュールっていうか、まあ、大人が楽しめるっていうか、大人が作ったんだなっていう、映画のやつは、あ、映画っていうか、まあ、本当のこの赤ずきんちゃんのお話自体も実際は、まあ、何かあの、まあ、本当は怖いグリムドアじゃないけど、あ、まあ、実際は結構本当にシュールな話があったと。あと、あのうちの作家のですね、根月さんという人がいるんですけれども、はいはい、その人が作品っていうかですね、まあ、作ったあの、うん、ウルフズベインっていう作品を今収録してですね、まあ、編集に入ってる、ええ、ものなんですけど、まあ、そこに入るにあたってちょっと、まあ、その赤ずきんちゃんの話の元っていうのがあって、うん、結局その赤ずきんちゃんのその赤いずきんっていうのは、うん、何かその、まあ、捨て子じゃないけど、うん、なんかその、うん、子供を森の中に置いてきちゃうっていうなんか風習がある村がヨーロッパにあったと。ダーティーですね。ダーティーで、その赤いずきんをめがけて、まあ、何か魔物じゃないですけど、狼やら何やらが襲ってきて、うん、食べちゃうぞ、食べちゃうぞ、結構なんかシュールな話が、まあ、大元にあって、それをまあ何か元にですね、うんうん、そういった、まあ、赤ずきんちゃんっていうのを、まあ、狼が出てきたりとか、うんうん、まあ、狩人が出てきたりとか、ちょっと中世っぽいね、なんかそういう話になって、うん、なんか大元はやっぱり、まあ、怖い風習っていうか、まあ、時代を反映しているというか、うん、まあ、何かの、まあ、こう守んないとダメだよみたいな、そういうね、なんかふわふわしてきたよ。なんかいいよ、もうふわふわしてなくても、うん、ふわふわ、まあ、ブラム常にふわふわしてます、ね、うん、まあ、でもそんな怖いところもあったりなかったりなんですけど、うん、今回はすごく可愛いイラストと可愛らしい、うん、あの声とで、声と演技とで、はい、お届けしたいと思いますので、はい、お子さんも泣かずに見れるかなと思います。ぜひね、まあ、今はもう、もうお手元に、まあ、iPad を用意していただいて、お母さんがこういう、ね、絵本があるよってあるね、やって今見ていただいて、まあ、もしかしたら今ね、あの視聴していらっしゃる方の中にもお子さん連れで、あ、もしかしたら見てほしいですね。これは放送禁止ではありません。何を言いたいんだ。さあ行こうか、そろそろ、はい、行ってはい、はい、ではですね、早速行ってみようかな。 VTR お願いします。はい、どうぞ。赤ずきんちゃん、あるところにかわいい女の子がおりました。赤いずきんがとてもよく似合っていたので、みんなから赤ずきんちゃんと呼ばれていました。ある日、お母さんが言いました。おばあさんが風邪をひいたので、お見舞いに行ってちょうだい。赤ずきんちゃんはぶどう酒とパンを持って森に住むおばあさんのお家へお見舞いに行きました。赤ずきんちゃんが森を歩いていると、オオカミがやってきました。赤ずきんちゃん、どこ行くの。おばあさんの家にお見舞いに。オオカミはとてもお腹が空いていたので、赤ずきんちゃんを食べたくなりました。でも木こりのおじさんが見ていたので、赤ずきんちゃんを食べることはできませんでした。そこでオオカミはおばあさんの家に先回り。トントントン。おばあさん、赤ずきんよ。はいはい、よく来たね。お入り。ドアを開けると、そこにいたのは恐ろしいオオカミでした。おばあさんはオオカミにペロリと食べられてしまいました。おばあさんを食べてしまったオオカミは布団にすっぽりと潜って、
赤ずきんちゃんを待ちました。トントントン。おばあさん、赤ずきんよ。はいはい、よく来たね。赤ずきんちゃんが中に入ると、おばあさんは布団に潜っています。なんだか、いつもと様子が違います。おばあさんの耳は、どうしてそんなに大きいの？赤ずきんちゃんは尋ねました。お前の声がよく聞こえるように。おばあさんのお目々はどうしてそんなに大きいの？お前のことよく見るためさ。おばあさんのお口はどうしてそんなに大きいの？お前を食べてしまうためさ。赤ずきんちゃんは狼にペロリと食べられてしまいました。お腹がいっぱいになったオオカミはおばあさんのうちでぐーぐーと眠ってしまいました。そこへ通りがかったキコリのおじさん、大きなオオカミのお腹を見ておばあさんが食べられてしまったことに気がつきました。キコリのおじさんはハサミでジョキジョキとオオカミのお腹を切ってしまいました。すると中からおばあさんと赤ずきんちゃんが元気に飛び出してきました。三人はオオカミを懲らしめようとお腹に石をたくさん詰めました。おばあさんは針と糸でオオカミのお腹を縫い付けました。目を覚ましたオオカミ、なんだかお腹いっぱいで喉が渇いてきたぞ。川に水を飲みに行こうとしたその時、お腹の重みで川にバッシャーン。オオカミは溺れていきました。おばあちゃんは赤ずきんちゃんの持ってきたぶどう酒とパンですっかり元気になりました。二人は楽しく過ごしました。おしまい。なんかおばあちゃん一杯ゴンみたいな一杯やりましたもんね。一杯どんね。いや癒されるねこの絵、癒される可愛らしい柄ですよね、けどけどハサミでジョキジョキと狼のお腹を切ってしまいました。いや当然の報いですね。でもさ、はい、これもちろん麻酔ないよね。麻酔ない麻酔一応ないよ。一応ないよ、狼だもんだって。でしかもその後、はい、お腹に石をたくさん詰めてまた縫っちゃうんだよね。これもまた麻酔ないんだよね。ええ、でも手術成功してますからね。手術成功してる。これさすがの寝てますからね。さすがのね技術力ですよ。どんだけ寝てんだこいつ。ここはねすごいと思いましたね。お腹いっぱいで喉が渇いてきたぞ。何も感じない。お腹いっぱい。君は狼さんのこの鈍感ぷりがちょっと確かに、ね、なんかね、ええ、シュールさに拍車をかけてるよね。いやいやいや、これ基本ですから。基本なんだ。基本ですか。何のおかしな点もない。いや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 。あえて出ちゃった。バッシャン、狼溺れていきました、ね、うん。要するにね、おばあさん。懐かしい赤ずきんちゃんの話。ね、なんか、うん、この話ってもう本当にもう有名なね話でさ、幼稚園の頃から、まあ、幼稚園児はやっぱりこのお腹ジョキジョキってあったかな。ちょっと記憶にあった。あった。やっぱり切ってたか。やっぱり。切ってしかも塗ってた。塗ってた。ちゃんとバージョン。あとはあのキコリのおじさんが鉄砲持ってたりするバージョンもあるんですよ、うん、はいはい、うん、鉄砲持ってパーンってズドンと打ってしまう、ズドンみたいなのもあるし、いろいろバリエーションがあって、多分 それぞれ子供の頃お母さんとかお父さんに読み聞かせてもらった赤ずきんちゃんで、うん、いろいろちょっと微妙に違う部分があるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこの大元の話はあるんだけど、それをなんていうかアレンジしたバージョンとか、まあ、うん、そうそう、やっぱ長い歴史がある話ですからね、うん、その間にいろんなこうでやったらいいなとか、こうした方がいいんじゃないかとか、まあ、うん、そういろんな教訓とかが加わって、いろいろ変わっていくわけですね。グリム童話って、はい、私だけかな、そのちっちゃい時グリム童話の、はい、いろんなそのお話を全部集めたビデオがあったの。あ、ビデオ本じゃないんだ。本じゃない、ビデオがあったの。で、それがそうアニメでやってて、はい、で、赤ずきんちゃんもあったし、あのなんだっけ、金の斧の銀の斧のとか、はい、なんかそういうヘンゼルとグレーテルみたいな、そうそう、ヘンゼルとグレーテルもあったし、青ひげとかもあったし、なんかそういうのが全部こう入ってるシリーズの
ビデオが昔あったんです、うんうん、あの坊や良い子だ年齢しなのあの日本昔話の日本じゃないバージョンみたいな感じだね。そうそうそう、まあ、グリム童話でね、そうそうそう、ビデオがあって、それアニメでそれが見れるっていうのがあったから、ちょっと気になりますね。そう、もう絵本でもいいけど、やっぱアニメでもだと視覚に訴えられるじゃん。そうだね、子供って視覚に訴えられるのが一番強いんだって、文とかよりも。だから、すごく絵本も大事だし、そういうアニメでやるのもいいなと思った。だから今回みたいにこうやってやるのっていいなと思った。いいよね、うん、なるほど。それこそ前から言ってんだけど、そのウェブ絵本をね、お母さんが iPad で読んであげるって、今風のね、今風感じでね。そうですね、絶対あるの。 TFTV でもいくつか紹介してきましたけど、ね、やっぱり視覚に訴える、うん、あと、まあまあ、あの前にもありましたけど、うん、自分でその物語にこう触ることができるっていうのも今出てますし、面白いよね。そうそう、なんか種を植えるとかね、水をまくとかってありましたね。いいね、いいね、楽しいね。そういう、まあ、ちょっと今風のこう、うん、物語というか、うん、聞かせるための絵本というか、うん、そういうのがね、なんか面白いものがありますね。だんだんブラウンの声ちっちゃくなってんの、なんで、なんていうか、テンションがすごい、ね、ちっちゃくなってるし、声も忘れてるしみたいな。スプレーサミットで燃え尽きちゃった気がする。その感は否めないですね。否めないね。否めないですね。否めないですが、まあそんな感じで、はい、はい、じゃあそのウェブ絵本の URL が、はい、あ、はい、あ、出ましたね。ここですね。ウェブ絵本ポンポコさん、そうですね、ポンポコさん、チヒさんのポンポコ平成たぬきがする、違うよ、チヒさんのホームページなんです。はい、でそれがウェブ絵本ポコポコっていうお名前で、はい、あの活動されていて、こちらになります。はい、はい、あ、本当にウェブ絵本 .jp なんでね、うん、おー、本当ですね、わかりやすいですね、はい、わかりやすいです。そうですね、で私たちのそのピアノフォルテでは、こういったナレーションですとか、はい、あとアフレコの依頼っていうのも募集しております。うん、ここです、ここです、ここですね、ここですよ。で気になった方はそのピアノフォルテのこのホームページまでお問い合わせいただきたいと思います。はい、はい、まあ、いただいてこれはと思ったらどうぞ、うん、よろしくお願いします。今ね、 VWC ピアノフォルテって書いて、あのちょっと長いんですけど、はい、ね、もう VWC PF でもあの多分出てくると思いますので、お手軽ですね。出ます、出ます、はい、お手軽って言っちゃった、はい、省エネですね。省エネ違うだろ、省エネです、まあ、またお前はなんか暖房とか着たい、まあ、脇にそれていこうとしているこのブラウンが脇にそれ、はい、なんかこういうウェブ本とか楽しいよね。うん、そうですね、うん、そうですね。なんか他にウェブ絵本とかでやってみたいなっていうのはありますか？やってみたい。なんか、ね、今結構童話をやってるんだけど、うん、もうちょっとなんか大人のじゃないけど、大人向けな、大人のグリム童話、アザル向けな、ああ大人向けな、なんかいけないみたいな、なんかそういうのじゃない、なんだろうね、じゃなくて、うんうんうん、なんていうか、もっとその SF のやつとか、なんか絶対あの、まあ、今のそのチヒさんは、うん、まあ、基本そのまあ童話をまあ主にこうやってやってらっしゃるのかもしれませんけれども、うんうん、まあ、場合によってはそのね、自作のまあかなり SF 的な話とか、あの浦島太郎2012年みたいな、あ、なんか北の国からみたいになったじゃないか、竜宮城宇宙へみたいな、そういうなんかちょっと昔ね、ちょっと古い話だけど、未来警察浦島っていうね、番組すごい好きだった、ね、おい、まあ、誰か、まあ、分かる分かるって言った人いるの、ここにスタッフの中でもね、曲とかね、でも音楽とかね、すごい好きで、そう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 、まあ浦島はともかくなんですけどね、はい、まあブラウンが SF で浦島太郎をネタにしたのは、あの宇宙へ行って戻ってきたら地球の時間がどんどん未来に行っちゃってたっていうのを浦島効果っていうんですね。要するに浦島太郎が竜宮城へ行って帰ってきた時に、もう自分の知らない街並みが全然変わっちゃってて、もうすごい未来に帰ってきちゃってたっていう。それに悲しんだ浦島太郎はふと、その玉手箱を開けてはいけない玉手箱を開けたら、その街並みに合わせて自分もおじいちゃんになっちゃったよみたいなね。あれは一体何だったんでしょうね。知らないけど、ちなみにそれはどこで発表してるの？自分で何か作って、それはもうそれで、はい、ブラウン作なんでしょ？あ、ブラウン作？違う、だからそういうのがその浦島効果って SF では言われてて、うん、だから、うん、まあ SF とは相性がいいかなと思っただけで、なんか今自分で作ったみたいな話作ったんじゃない、作ったんじゃない、それっぽかったよね。まあでもあれですよね、あのかなりひどいですよね。ん、助けてやったのに、助けてやったのに、あの、ね、現世とな時の流れが違う竜宮城に連れてくなよみたいな、まあ、結局あれはなぜ助けたのに連れてったかっていうのが、あれ良かれと思ってたんでしょう ね、なんかいかにもそのご恩、ご恩じゃないけど、ご恩と、まあ、奉公じゃないけど、まあ、なんかそれをなんかお返しとして、ね、まあ、連れてってあげて、まあ、その浦島さんにいいお目をさせてあげようかなっていう話で、まあ、亀は万年って言いますからね、鶴は千年、なんでそれで終わらせる、なんでそう簡単に終わらせようとする、あのじゃあ鶴は千年、亀は万年っていうぐらいですから、だから時間の感覚が亀さんちょっとおかしかったんですよ。あのマーチと喋っていいですか？じゃあブラウン的な、ブラウン的な浦島太郎解釈ですよ。自由だね、自由じゃないですよ、やっぱいろんな制限の中でね。
よね人間ね。なんか2次元じゃない2次元と3次元がなんか入り乱れになってる、その普段の生活となんかそれが響いてきてるのかなって何の話か。まあでもまあその赤ずきんとかね、まああの実はそのうちの根月さんですね、まあ脚本家の作った赤ずきんちゃん、まああのまあその場合はウルフズベインっていう、まあタイトルは一応赤ずきんっていう、まあ主人公がまあ赤いずきんをかぶっている、まあだからっていうのでちょっとまあこれはまあオチもちょっとあるんだけど、そういったものもあるんだけども、まあその中にはまあそのどっちかというとその当時の、まあ、先ほどちょっと狼にね、あの子供を襲わせたりとかいうことでちょっとまあみなしごみたいな子が出てきて、怖い怖いですね、その子がまあそのまあ狩人の、狩人がやっぱり出てきて、狩人のまあおばあさんがなんと女性の狩人が見いて、そうですね、これだと木こりってなってましたけど、あの狩人が出てきてやっつけてくれるっていうパターンもありますから、そのウルフズベインはまだ作品としては上がってない状態なんですね、まあ、声の収録はしたんですからね、これから頑張って、なんでもし上がった時にはさっきあの表示されてたあの PF の、あのホームページさんの方にですね、まあ、こちらの方で上げますので、よかったら見てほしいなと思います、見てほしいなと思います。でちなみにその私はですね、その、まあ、あの女の子がですね、まあ、弟子入りをするわけなんですよね、みなしごの女の子が、まあ、その狩人のもとに弟子入りをすると、でその自分は、まあ、それより先にですね、まあ、弟子入りしてた、でしかもそれが独立した、まあ、先輩ってことですよね、その狩人の役の、ロルフっていう役をやっておりますので、私の役ですよね、そうだね、ブラウンはナレーションをやってます。あ、そうだね、撮った覚えがある、忘れてないよ、ナレーションを撮りました、そういったね、あのちょっとあの、まあ、童話とか、まあ、そういったね、話をまあ元にしたっていう作品もちょっと作ってるんで、まあ、今後もそういった作品が出てくるかもしれませんので、はい、ぜひあのお楽しみにしていただきたいと思います。そうですね、はい、ということで赤いずきんちゃんでした、じゃあちょっとまたコスプレサミットの話でもする、ああどうです、ちょっとまだ時間が余ってるので、その続きっていうのは、今度はどの辺が見られるんですか、そうですね、予告を言ってほしいです。あ、次回、PFTV コスプレサミットは、レイヤーさんの、インタビュー、1,2,3,4 連発ぐらい、4連発ぐらいとか、あと、チャンピオンシップの、まあ、模様を、そこ大事じゃない、チリと、そこ大事だよ、チリと今リーダーが取材してるはずです。他人任せだ、他人任せだよっしゃ、このためにまあブラウンが帰ってきたからね、ちなみにその、まあ、さっきちょっとちらっと話があったけども、その青い目のコスプレイヤーさんにもお話は、青い目かどうかはまあ見ていただいてからかな、まあ、海外の方にもちょっと話はできたかなっていう感じなんだね、さてそれはどうかな、そこまでか、そこまで、それはどうかな、楽しみにしていてもらわないとブラウン困っちゃうな、はい、なるほどなるほど、そうですね、まあ、すごくいろんな人たちが集まる場所ですもんね、ワールドグローバルな、ワールドグローバルな、そうだね、意味わかってるって、はいはい、でですね、このライブ、ライブというかその、まあ、コスプレ の, そのショーっていうか、やっぱりそのいろんな国の各国の、まあ、代表が出てきてその、まあ、パフォーマンスとかするんだけど、結構なんかいろんなあの声優さんたちとか、あとはそのアーティストさんが来てあのライブとかやってたみたいなので、そうですね、ブラウン何か見れた、あとブラウンが行った時には、ジャムプロジェクトさんも来てた、見たかったんですけどね、ガチで見たかったんだ、ブラウン脇の方でもっと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 ってやってましたけど、やってた、やりたかった、やりたかったけどそれどころじゃなかった、僕はあの福山さんのファンなんでちょっとぜひ行きたかったですね、と残念でしたね、そんなたくさんゲストが見えるんですか、そんなたくさんゲストが見えるんですか、そうですね、僕が行った時にはジャムプロジェクトの皆さんとミルキーホームズって知ってますか、あの女の子たちが、歌って踊って、ワイワイワイと、なんかちょっとですね、あのミルキーホームさんたちって、あのこのローカル番組、あ、ローカルっていうかあの、アニメ、まあ、声優番組が放送されてるんですけれども、まあ、それあの確かあの ケーブルというか BS でも確か放送されてるのか、あの全国放送されてる中で、まあ、まさにその名古屋の、まあ、テレビ局が作ってるので、まあ、ミルキーホームズなんですけれども、ミソキーホームズっていうなんかそのなんだよ、まあ、みそきってなんだよ、つけてみそとかかけてみそっていう、っていうさあのね、あの美味しいあれがあるんだあるんです、中本さんのね、中本さんのね、あの商品を、まあ、いろんなところにちょっと売り込んでみようと、でこの間ちょっとテレビでやってたのは、あの、まあ、浅草に、東京ですからね、あちらは東京で仮装されてますので、まあ、東京の浅草の、まあ、有名ななんかたい焼きさん、たい焼き屋さんです、個人たい焼き屋さんに行って、
この味噌を中に入れてくれと、この甘い味噌を中に入れてくれ、合うかな、いや、ね、分かりませんよ、ま、あの、先入観で見てはいけないと思う、そういうの。なんだけど、はい、なんだけど、うんうん、その、まあ、あの、やっぱりそのいかついおじさんがね、あの、たい焼きを焼いてるわけですよ、はい、そのおじさんが、お兄ちゃんって呼んでくれたらいいよって言われて、何の話だ、お兄ちゃんでその、まあ、ミルキーホームさんたちが言ったら、はい、いいよっていう話になったらしく、はい、なんか次回交互期待みたいになってて、言うのか言わないのかみたいな、はい、有名なそのたい焼きさんのたい焼きの中につけてむそうと、はい、かけてむそうと、はい、デビューしちゃうの、売れるか売れない、博打だよねそれ、博打だと思う。でも、まあ、味噌って、まあ、なんでこれ味噌談義をしてるのか分からないですけど、まあはい、あの結構あの、はい、いろんなものに合う、まあ、逆に合うっていうのがあって、まあ、それこそあのねファーゲンフッツさんのアイスの、うん、お中に、まあ、味噌、味噌ペーストがあるんですか？ないけど、ないのか、ないのか、ないけど、あの別にそのハーゲンハッツさんじゃないですけど、はい、あの他のまあ会社さんで、はい、あのまあ名古屋のご当地のまあアイスクリームをやろうということで、はい、あの手羽先アイスとか、いやだよ、美味しくないよ、もうひつまぶしアイスとかも確かに、種ぞろジンギスカンキャラメル的な方向で行くんですか？ひつまぶして食べたいよ。味噌カツアイスとかね、あるんだよね。あるんだ。うん、で中にその中にやっぱり味噌が入ってて、でしかもまあそのカツが多分食感的にやっぱりカツだと思うし、食感的にカツって何、なんでコーンを揚げてあるのかな、うん、多分揚げたのをコーンをなんか揚げ衣風にすればあ、そういうアイスじゃなくてね、くどい、僕が見たのはあのカップになってた、あカップに入ってた、うん、カップでね、こうやってカップアイスでカツの食感を表現しようとすると衣が入ってんの、うん、あの、うん、入ってんの、ブラウンちょっと地獄絵図しか想像できないんですが、でもあれがどうもうまいらしいと、僕はまだちょっと食べてないんですけど、なるほど、うまいらしい、まあ、食べてみればいいじゃないですか、なんかスタッフさんが、食べたことのあるスタッフさんが横に振ってるんですけど顔をじゃああれは、まあ、あれはこういう振り方じゃないんだよね、食べるといいけど、あそうそう、一人一個はきついらしい、しんどいらしい、ね、宣伝してるとか宣伝してないのかどっちかわからなかったですからね今ね、でもなんか味噌とかね、はい、まあ、パンにつける人はあんまりいないかもしれないけど、結構ご飯にそのままあれをかけちゃったりとか、つけて味噌かけて味噌ならあ、いっちゃったね、ないよ、いや抜けて味噌なら抜けて味噌かけれるけど、何を抜けたの、かけれると思うよこれは、抜けてみろみたいな感じよね、うんうん、あでもなんていうか、まあ言ってみればご飯にかけるっていうか、ご飯をまあ成形して、はい、ね、木にはつけて、それに僕あのバーベキューですけどありますから、五平餅作ったりとか、五平餅っていうのがあるから、うん、いわゆるお米に合わないわけがない、お米に合わない、まあそれはわかりますよ、ね、ご飯と味噌汁だからね、まあそれはわかりますよ、うん、だけどもあの甘い味噌がどうなるかっていうのがね、うーん、謎だね、基本あのおでんにかけるんですけど、もうやっぱり関東の人って関東煮とかやっぱり似てるのが多くて、まあ、味噌おでんっていうのがまだちょっと、まあ、最近結構 ね出てきたみたいだけど、まあ、東京に行った知り合いとかが、なんかどうも実家からあのつけて味噌を送ってくると、なんかあれがかなり嬉しいってことで、もううちに3本4本用意してるよっていう人がいて、うん、ああ分かる分かる、なるほどなるほど、でミルキーホームズはっていう話ですよ、ミルキーホームズはっていう、すごい味噌談義で盛り上がったけどね、そういうことで、まあ、ミルキーホームズがそういった面白い活動をしていらっしゃるんですね、あ味噌味噌、本当にあのタイトルが味噌キーホームズってなるんですよ、本当にあれがちょっと面白くてね、はい、で、はい、そんなライブとかいろいろね、はい、やってるんですけど、はい、じゃあ次回はその、まあ、今後のさっきの続きと、はい、続きと、あとは何だろう、いやだからチャンピオンシップの、チャンピオンシップの、そう、ちょっと楽しみな映像をガツガツやっていくので、はい、でもここにも出ちゃってますけど、はい、次回の放送日は、はいはい、9月4日の日曜日18時から同じ時間ですね、ご協力いただいたレイヤーさんの皆様次回このようになっておりますので、ちなみになんですけど、まだ私のかん、まあ、あのつながりというかお友達 の, あの、はい、まあ、劇団シアターウィークエンドさん の,、うんうん、はい、あのまた9月公演がちょっとまあ前にあの7月公演終わったばっかなんですけれども、はい、9月の末にまた公演があるということで、忙しいですね、はい、はい、でまたちょっとあのゲストさんに、まあ、あの前回はねあのちょっと、はい、まあ、あのスタジオまであの私が赴きまして収録してきたんだけど、はい、今回はちょっとゲストさんでお呼びしようと、あ、お越しいただけると、ちょっと今考えておりますので、あ、わかりました、楽しみです。ちなみにその9月公演なんですが、はい、まあ、詳しくはね、まあ、タイトルとしましては歌わせたい男たちっていうタイトルで、はい、あのちょっと前、数年前ですかね、戸田恵子さんっていうね有名な声優さんとか、ね、が主演で出てらっしゃった、ね、舞台があるんですけど、それを、まあ、ウィークンナさんがやってみようと、いうことになりまして、すごい試み、はい、で、その9月公演なんですけど、なんと MJ が
声で客演をついにしてしまった。なんだってということで、はい、ちょっと実はあの声を使っていただきましたので、うん、はい、あのぜひあの足を運んでいただいて、まあ全然その MJ は関係ないですけど、うん、まあ、MJ の声がどこで、PFTV でやる限りはね、はい、あのからには、まあ、出演者の一人として、うん、どこであの、まあ、本当に一瞬ですよ、本当に一瞬なんだけど、ちょっとそういったあの、まあ、ので、あの、まあ、あのちょっと MJ 探しみたいなことをして、なんでウォーリーを探すみたいな、性的な感じで、ウォーリーか MJ ここだったみたいな、それ丸つけられて、今、MJ さんの声を聞いておいてもらって、そういう方法もなきにします。帰りに多分あの、アンケート書いていただくんで、はい、MJ どうだったとか。まあよかったら帰っていただいても、声だけなのになんでずっと死んだ。あ、行ってしまった。ちょっと行ってしまった。頑張ってね。はい、はい、あ、じゃあもうあの撮ってね。はい、あ、もちろん生じゃないですよ。生じゃちょっとあの噛んでしまうとか。なんでそんな、ちょっと待って。はい、はい、はい、まあ、はい、それ以上言うともうもう、はい、もう。じゃあこれで、はい、ゲストも来るのかなということですね。来るのかなということで、感じになりますので。はい。ではコスプレサミット、そして次回。まあ、ゲストさんいらっしゃる、はい、なんだっけ、ウィークエンドの方、ね、はい、の方ね、ぜひお楽しみにしてください。はい、はい、まあ、もう今日もやったな、しっかりと頑張ったよ。はい、じゃあほんとテンションおかしいぞ。もうもう、はい、時間になりました。はい、はい、ということで、この時間のお相手ははい、ブラウンとマチとカノ、カノちゃんが違うよ。もう死ねないよ。お前は MJ だよ。もう、はい、はい、MJ でした。はい、はい、では次回まで、はい、さよなら。バイバイ。すいませんでした。いや、すでか。